おじいですねやっぱりヒープーさん俺が俺がいやいや違いますけどおじいですねヒープーさんそうですね言い方間違いましたけどゆっくりしたなに急にやっぱどの時代でもやっぱおじいっていうのはもう素晴らしいですよねああそういう意味ねそういうなんですよあおじいは面白いですよ世界遺産に登録したいぐらいのあれですよあれだいたい建物とか遺跡とかだからねそうではないからではないんですけどねあの 車ウンテして時に、はい、えっと信号待ちがあって、はい、でこれ中部ま地元ではなかったんですけど、うん、まあ隣の沖縄市だろじゃあ別に伏せるところじゃないし、ね、いやしです沖縄市だろであのちょ昼過ぎぐらい1時2時ぐらいだったと思うもう晴れてて暑い日だったんですよ、うん、で止まってたらあの、えー、歩道の方に街路樹が立ってるじゃないですかはい、はい、立ってるところがあって、うん、でちょうど陰に でおじいが立ってたんですよなんか暑いからかちょっと休憩してる感じでまあまあ木陰にね陰に立つことよくありますよ、はい、でも立ってたんですけどよく見たらこの人差し指と親指右手の、うん、これ鼻に突っ込んでて、うん、で思いっきりブチブチブチ,ブチって鼻毛を抜いてたんですよもう僕いこの一発を見たんですけど うわっ最高や掃除ちょうどいいところに止まったなって <laughs>、ね、そうしたら、うん、もうチラがもう苦いものを何て言うんですか食ったみたいなもう分かりますあの鼻毛をこう抜いた時の痛みというか痒みというかそ、はい、入ってそれ見てぐやってるの見ながら、うん、ちょその瞬間に「へ、うん、えクソッ!くら」とかやりやったんですよ。 分かる、抜いたらやるなって、刺激したらね、そうなんですよ、あるなと思ったまた次の瞬間に、ハックシゃンっつって、イレブンがポーンって飛び寄った、何や、まあこの漫画みたいな出来事。俺はもう、いいところに止まった人はもう、なんていうんですか、ハンドルちゃうたたちにしかちゃう笑いなんですよ、もう俺は。何点セットやが、俺は。 もう死に爆笑してしまってこんなの出会えるんだとか思いながら漫画の漫画チラムむくんってああでちょっとなんかおじいってファッションなんていうんですかねあの歩いてたのか運動してたのか分かんないですけど、はい。 下ジャージで上がなんかの襟付きのシャボタンのシャツ着てるっていうとすごいファッションわかりますよくたまにこのシャツではなくてこのじゃなくてあのスーツのシャツみたいなシャツそうなんですよのやつなんですけどで多分運動してるのはわかんないですけど、まあ、運動靴だし、はい、でやっぱりちょっと足腰が悪い感じであ<ー>まあゆっくりまたこの入れ歯を取り始めて。 落落ちちたたややついのはですぐ口に入れ始めたんですよ「白鸚さん」「白さだから何点セットやこのおじいや白鸚さんっ振る舞いだなおい最高やさってチャータタジだったんですけどハンドルフーフとかまあやった感はあるんですよもうすぐなんですよもうすぐえでわかりますのれさっき右手のさっきの鼻毛のところずっと書斎やってるんですけど あ、捕まえたまままんまなんですけど白昌はもうこの一連一瞬じゃないですか数秒なんですよ抜いて白昌って飛んでもう取るまで入れるまで右手もそのままキープなんですよもう鼻毛かついてるのかわかんないですけど忘れてるんないもうこっち握りたくここに集中してしまって入ればとか入れながら右手も動いて腹の方に持っている。 右側からんなんか同調してるんですよ体の動きがもう, <laughs> もうどうなってるわこれと思ってるすげえおじすげえぞと思って右と左が一緒やってたんなそうそう,そうななんこんなん、ね、バラバラにできないんだよなそうなんですよわかるじゃないですか分かるわかるわかる分かる ちょっと気づいて一応もう右手は解除したんですけどああってあこの瞬間ぐらいからもう俺も車も動き始めたんであーあーいや最高っさって思うんだけどちょっともうすぐバックミラーをぶっかって動かしておじい見たんですよ。 あの進行方向が一応別だったんでそしまあ背中越しだったんですけどラー、はい、な,なんかまた止まってよちよち歩きしてたんですけど止まってうん、うん、両手でももごもご口のあたりをこうやってる背中側からな、はい、両手が多分口の方行ってたと思うんですけど、うん、多分やっぱりんかかすかなんかがはまってたんじゃないかなと思って <laughs> <laughs> 入れまたっってかられなんとなく入れ直したというかこんな感じの所作やってたんですけど<笑><笑>いや全部面白いやすさとか思って <laughs>。お笑いまく こののうちだな<鬼>お笑いもう何でもあれですよマジで別に何も今起こってませんよ <laughs> 一瞬ちょっとここで木陰で休んでただけですけどみたいな,な <laughs> 堂々としたもんですよもうあれは <laughs> これねトータル何秒ぐらいの出来事やも10秒ぐらいか。 まあ10秒あったと思います僕この中ではうもう止まったばっかりだったと思うんですけど <laughs> いやすごかったっすよマジで足にもけたなもう最高でしたねたちょっと斜め前から見えたんですよちょうどう真横でもなくて。 いやいい地に本当にこんなのシグナルっても見れんどう,んも,うもう死に最高でしたよ <laughs> 本当になかなかテレビでねあの入れ歯とか飛ぶシーンとか見るんですけど俺は生では多分初めてだっえ俺も見たことないもん生ではないですよね、はい、<laughs> 見て鼻毛を死にチュンジュくなんであそこで鼻毛抜いたかもちょっとわからないんですよす運動してたのかわからないですけど、はい、死に気になったのか天気も良かったし こうスースーするの引っね捕まえてあいるなと思った、ね、<laughs> あ、ね、いるなと思ってちょっとぶちぶちもう死にいっぱい抜いた感じでやりよったんでいこれは素晴らしいですよねくしゃみの後に俺ほんといれば飛ぶとは思わなかったっすねマジでお笑いの鬼で <laughs> 鬼で鬼の塊でマジでいやこれ多分よこれ多分俺マジでよ堂々としたほんとチケットだったら8,000円持っマジで。 そうですね。8000円分ぐらいの笑いもらったん <laughs> ね。マジで。もうオープニングか、もうなんか前説かわかんないですけど、ゆっくり登場してブチブチでやって、<laughs> 10秒ぐらいなでこれ見せたらもう完璧に温まりますよ <laughs> これ本当に。チケット8000円分だあれマジで。<laughs> すごいよね死に最高でしたよマジで本当に。<ー>そっからの5キロぐらいはもう。 頭がいっぱいなった俺、なん、どんなって運転者があんま覚えてないぐらい。あとあと一個だけ、もし贅沢。贅沢だったら、いや、もう、もう、これ完璧なんですよ。もう、これは、もう、あの、ノンフィクションとして。考えられない連発でしたからね。完璧なんです。だから、鼻毛をバッと抜いて、鼻もじもじして、くしゃみしたら。入れ歯が飛んで、落ちた入れ歯拾って、入れを口に入れって、あっと思って、その。 硬いポニーギリ閉めた鼻毛またもう一回戻そう。戻りながらの同時にやる。あと一個贅沢になったらこの鼻毛を入れようとした時点であ違うと思って気づいてえっと入れ歯と交換する。入れ歯鼻に入れようとするって鼻毛口に入れてあ違うわ。いや俺マジでハザードつけて一旦止まりますよマジで。こっちはずっと見とこやつさ。これで一万二千円です。よ ライブチケットプラス4,000円 <laughs> この入れ替えで右手と左手のいや頭パニック食ってるやしと思って一回違うやしってなって <laughs> <え>これがこっちだ入れ <laughs> いやいや鼻だいや違う違ういやいや違ういやいやいやってるやしやいで意外とい,いや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 いいやいやこの後無事にまあ帰れたとは思うんですけど いやっぱりだからあのね年齢のせいもあるかなと思うんですけど、はい、その脳のトレーニングというかはい、はい、右と左で全く別のことやるとかあれのだからこれってあれさあれのすごいやつやしこのなんか。 左手にコップに入れた飲み物を持ってて、はい、下になんか落とした時に、はいはい、物取ろうとしてそれコップの水がこぼれるそうですね、はい、あれのすごいやつやしこれそうですねあれの段階段階っていうか,スの方か上級者の方やし確かにそうですねそうなんですよ人間って多分 同調するというかこっち集中したらこっち全然気にしてい、ね、<右 S 1> 手い集中して左集中しないっていうそうあそうそうそうですね多分それなんですねあれのすごいやつですよだからいやマジで世界遺産どうですか <laughs> さんこれ <laughs> 無形文化遺産ぐらいの認定 <laughs> <laughs> いや俺もマジで二度とやないかなと思ってちょっと寂しいではあるんですけど見とけこのおじ来週同じとこ立っといてからね今度よ歯抜こうとしてるいやいやいや意味やからな, <laughs> なんて言うやみたいな鼻毛抜く勢いで歯抜こ <laughs> う <laughs> してて抜けないのはこっちじゃないやつ <laughs> って。<laughs> 死に,ふる死に最高っすね。最高だな相当普段からお,あの、ね、おばあちゃんというかパートナーに怒られてるんじゃないかなと思う死にっ、ね、そうそうできるんですゲ、ね、<う>ージフラットお前またここにこんなやってない」<laughs> かんな「絶対やってそうっすね本当に形きれいんやるとおもうん」と,んとか何かち,ちっちゃいことで怒られてそうっすねなんか片付けようとして何かこぼすとか <laughs> 絶対同時にやってる絶対。<laughs> 何かしら最高いや素晴らしいおじでしたね皆さんもね一応本当に世界遺産おじ集中して見た方がいいですねもうおじの数だけいると思うんで僕もちろんそうだと思うんですよねもういろんなパターンが下手したら人間国王見ると思うんですよ人間国王から先かなさ上げるんだったら先がそうっちが先ですかね人間国王のやってもらってあとは世界に発信していく <laughs> 世界だよまたこんなのいるぜみたいな,ないムルミニチュー運動スで世界の 3, 3運動っっ <laughs> 最高生き物なんてあのいるかどうかちょっとわかんないですけどるから、ね、<laughs> 確かにい,たりいなかったりなんですけど <laughs> 最高っすねいやりましょうかす、ね。イジャージのダールバー,ー,ーつまみをください このコーナーはリスナーが日頃気になっていることや世の中に物申したいことをヒープとケージャージの二人に聞いてみたいことをつまみにおしゃべりしますということで、はい、じゃあ早速いきましょう。い 前回の放送でケージャージさんが家島に行った際にパンツを忘れたと言っていたのを聞いて5年ほど前のある事件を思い出したんです私は半年ちょっと沖縄で生活をしていたことがあるんですがその時に旅行で沖縄に来たいとこ夫婦と家島へ遊びに行った時の話ですいとこには家島に住む友達がいて海で遊んだ帰りだったのでその友達の家にお邪魔してシャワーを借りることになりましたもちろん私とその友達は余裕で初対面 いい急いでシャワーを浴びてその後すぐにその日泊まる宿へと向かいました、うんはい、家島に帰ってから数日経ってからのことです、うん、もしかしてパンツ忘れてるあれっていとこの奥さんから笑いながら連絡が来たんですあれあれいとこ夫婦の子どものパンツにしては大きいしそのパンツは私しかいません、うんうん、なんと刑事あじさんとは逆で私は家島にパンツを忘れてきました <laughs> なるほどしかも初対面の家の人にです <laughs> きっともう会うこともないでしょうけれども、めちゃくちゃ恥ずかしくて、今でも家島を見るたびにパンツ事件を思い出します。どうでもいいパンツだったからこそ、ちょ、もうちょっとかわいいパンツだったらよかったかな。あのパンツ見られたのかと余計に恥ずかしくなりました。お二人はあの時恥ずかしかったなって思うような出来事ありますか。ああ、なるほど。パンツね、えー、確かに僕があの一泊二日ですけども、ちょっと。パンツを忘れて、二日連続でパンツ、同じのを着たっていうね。うんうん、沖縄にはさ、男性ですかね、ね女性ですかね。 あ俺女性と思ってあれしたんですけど男女でも全然違いますよだからねパンツは全然ダメージそうっすね男は、ま、俺は別に別になと思うんですけど男のパンツはどうでもいいかない<そう> <laughs> 女性だってどうなんだろう女性っぽいなこれだから恥ずかしかったんだろうな、ね、あ<ー>だからなんかめっちゃ恥ずかしいパンツだったらあれですけどねなんかセクシーパンツなのかなうんどうでもいいパンツ逆もいいですよだからどうでもいいパンツ穴とか開いてたらね <laughs> 肘こんなの履いてるかってなるからね俺前も言いましたよねパンツ恥ずかしい買ったこと間違って子供よなかったっていう話あありましたねもうあれが一番恥ずかしいですね120なパンツコートン自信があって買ったのに <laughs> アディダスとしかもちっちゃいやつ色違いで3つ買ってからにムル120サイズ S S のその前全然,全然入らない <laughs> ああ面白い最高っすね<れ>でも送られてきたんでしたっけそうそう一枚ちゃんと大人用が <laughs> これもすごいよく聞いていただいてたんです <laughs> アビレーションもンやレジで <laughs> やっぱ恥ずかしかったんですよ<ー>やっぱねじゃあ続きまして、はい、<laughs> あれ<お>ヒープーさんのアクセント はあえー、お、えー、お二人さんお久しぶりですマッスル一号です。はい。さて以前から仮面ライダーのアクセントがおかしいと周りのリスナーさんから言われ続けていましたが、はい、今回新たなアクセントがおかしいワードを見つけました。え？ケージャージさんに問題です。はい。広島出身の女性三人組のテクノポップユニットの名前はわかりますか？えっとパフュームですよね。パフューム。はい。正解は、はい パフュームですキ<お>ープーさんのパフュームのアクセントがヒューを強く言ってましたが普通はパーを強く発音すると思いますがどうでしょうお二人の発音を聞いてみてヒカルディの判定よろしくお願いしますえ、パフュームパフュームはい。パフューム頭が強いってことパフュームじゃなくてパフュームですね いやいや絶対していや地元でこんなって言っないんだからパフューム自体も死に久しぶりにそうかそもそも地元で言わないんかそんなの聞いたこともないし見たこともないですね歌ってるのもパフュームじゃないの違うんだ英語で言うときも頭が強いパフュームえんでかななんででしょうね 仮面ライダーもいや、俺と違うって言ってたよな。俺、これがわからない。俺は仮面ライダー、仮面ライダー。あれ、仮面ライダー。仮面ライダー。仮面,ダー仮面ライダーだ。行くさ。<laughs> いや、またや。いや、出てきてから、ちょっとなんか、なに合わせようみたいな感じでやないな <laughs> いや。いや、お <laughs>、俺は全然、地元ですからね、ずっと。俺、地元でも、どこの人って言われるんですよ。あの、発音が変すぎて。うん

確かに <laughs> ハンドンなんだね。アニメのキャラクターにそうですね。ハンドンハンドンハンドンと難しいわ。<laughs> 言いそうだ本当に。エッチよ。はい。でイザヤズやってたから。なんでですかね。生のオカスタンドっていっぱい来るからな。なわじってからよ。うんはいやの間違ってる今でから当たってるのだけ上え <laughs> あもう逆に <laughs> <laughs> 難しいのもっとそれも。あなあそうパパフュームパフューフムじゃないんだ。 えー、なんか車の部品っぽい言い方し,してません,なんかバキューム思ったんですけどバキュームだなお前バキューム <laughs> <laughs> なんかそこにバキ,ュームバキュームと同じ発音で言ってんだかそんな感じバキュームっては言わんからな言わないです言わないバキュームだもんな多分そんな感じで言ってんじゃないですかねなんか <laughs> 俺多分最初にインプットされたの,の同じ言い方してたバキュんだけど似たプットされた <laughs> <laughs> じゃあ続きまして次 <laughs> ああ自連の思い出」はいヒー,プーさんケージャーさんスタッフの皆さん広島から敗退あどうもえー、チュンタさんはいありがとうございます私の勤務先のホテルに那覇から来た女性が宿泊していましたうん 島根県にある自動車教習所で免許留学するということで広島を経由されたみたいでした順調にいけばすごいね2週間で免許が取れるらしいすごい再度広島を経由して帰られるようですそういえば苦労してミッションの免許を私は取ったけど車を運転することがないなと思いましたお二人は自動車学校の思い出はありますか ま地元のアゲナ地元、はい、僕も一緒ですけどもアゲナ事連ねアゲナ事はもう一人怖い人いましたねなんかあっちの方出身あっちの方っていうかあの正義の方の出身っていうか警察です <laughs> <laughs> 出身って言ってたんですけど正義じゃない方 <laughs> の出身ってなんかあっちの方って言ったらやべえな<ー>みたいな<う>めっちゃ怖かったんですよなんか俺の時見なかったかなこの人 多分サングラスかけてた覚えてないんすねいたんだよね一人あれね当たったら大事だよっていうのはあやっぱいるんすねそういう、うん、右んじゃあなんかこう交差点の,、うん、あの右見て左見てみたいなあのもあって右見て左見るだけで「いや遅い遅い!」っつって「いやいや,いや右もう一回見ないとお前」とか言っていや怖い怖いめっちゃ怖くてもうエンスト何回もやったんですよ、うん、びっくりしてテンパって本当に <laughs> めっちゃ怖かったですねマジでなんかあれでしたよ

恐ろしいわ、いっぱいありますよ。あの、教官もそうですけど、しょっちゅう言ってますよね。終わった同級生、アホがいっぱいいるから。はいはい。乗って、運行前点検やるんですよ。色々。走る前点検ね。トランジア。だ、もうネットトランクは綺麗って言ったら、シート倒す。やるが人頭や。誰が眠れてやみたいな。最高っすね。シートベルトシェイハイチュンドって言ったら、教官が、ええ、ワードシートベルトさすみねえが いやなんかさっさとんのこまに <laughs> 自分の声で女性気のシね,ねいやクロスしてシートめと刺さんでいけんば最高,最高っ、ね、いっぱいありますよテンパってるんですかね <laughs> これ普通なんすね普通ですねこれはね最高っすねマジではい、ね、じゃ続きまして <laughs> ほうほうほうターニングポイントはいチュラさんからあ思う 私は二十歳の時書店に就職したことがターニングポイントだほほ今の仕事にもだし旦那との出会いにもつながっているからさ、うん、お二人の人生のターニングポイントはいつですかターニングポイントか僕はやっぱりこの仕事始めた時ですよね<あ>事務所建てた時というかまあまあう、ね、一番大きいでしょうねなんかそれが、うん、だからあれやしいじゃあ 居酒屋で俺なんかのことをバカにしたときあの日がターニングポイント。あ、あれか。あれ大きいターニング三流三流漫才師やってきた来てや。だ。しかも、しかも、優勝沖縄のそうそうそう優勝して打ち上げの会場でおまけ打った。三流って言ってますからね。三流漫才師やって。よっぽどだか確かに。そのなんかでとかに事務所の門戸叩くっていう。いやあのメンタルちゃうなと思うば。 <laughs> メンタルメンタル一流が <laughs> <laughs> ありましたねあ,あれですかねやっぱりな,なんでしょうねーターニングポイントいろいろあるのかないやでもやっぱこの世界入ったことじゃないですかですよねやっぱそうでしょう、ね、大きいあれでいったらそうですね、まあ、もう結局一番続いてるのこれなんでそうだよね。最初のの、まあ、いろいろまあ仕事っていうか眼鏡屋さんも僕もやってたんで、うん、やってたんな ああれもそうもちろんあれやったからこっち入ったっていうターニングポイントの可能性もあるんですよもうできないと思ってもうお笑いやりてえってなってこっち来てしまったうん普通の仕事やった時にねそうなんですよあーあーそれかもしれないですけ、ね、別にターニングポイントでもないですけど、うん、僕とあなたの同じポイントもありますよねあのえ でした OCL の電話番やってたっていうああありましたね夜中のなバイトのアルバイト同じアルバイトしてましたよねやってましたね夜中ずっと一人で電話番するというそうですねいろいろかかってくるんであのだから放送止められ放送止まっと音どうやはいはい苦場の来たら「人払ってない」って有料なんですけどせめて つまいんで。<laughs> んでね、急に止めらんけ急じゃないよ。急じゃもう何ヶ月も前から督促してるんですよ。あ<ー>確かにあれもターニングポイントですよ。<ー>電話の番ってやべえなっていうのっっやばいな。本当にやばいですね。本当みんな電話だからって深夜中ばがからな。そうなんですよ。もう恐ろしさあれは本当。 生からチークとややどううっっていいい人ぱけ僕一回聞いたんで知らんのにこんなあるんですけど「来た人今す」ってったあの。<laughs> 一回っっったですかて別に何もなかったけど一応一人来てたよっつってあ一応あるんだとか思ってそれはそれで度胸あるなと思って男性はやっぱり酔っ払って帰ってきてテレビがつかない特にスケベとか見るみたいなと思った時にテレビつかんと死にきれるんですよ大の大人がしかもド画ガ払ってないのにおばちゃんはですね入り口はんかテレビつかないよみたいなことが入るんですけど結局なんかね 話だけ聞いてほしいみたいな。ああなるほど。もうどんどんそれとってって。なんかうちの嫁がさーとかさ。<laughs> えわノーラ遠い。に夜中2時半からノーラでそうかと思って。分かります。な, <laughs> なんでか話しかけるんですよねずっと。人間なんか全然関係ない,いありましたね確かに。あ違いますねやっぱ男と女というか。あ,<ー>ありました確かに。はい あ時間がない<あ>そうかということでこのコーナーでは皆さんからトークテーマをメールで募集してますよ何を話すかは寄せられたつまみの中からルーレットで決定します参加希望の方は懸命につまみ本部につまみの内容とご自身のエピソードを書いて番組まで送ってきてください以上「つまみをください」のコーナーでしたはいということでフリーのメッセージが来てもらうようですねはいサイヒープいジャージーこちらではい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 はの日がだはずは ダールはよしあそうなんすね中国のこっちでは初めてかもしれん、採用されるのですよあなるほどして久米島楽しかったやあはいはいはい相方が破的な浜行ってみたいって言うからビールも飲めるしネイネタもいるはずだしいい機会だからって行くことにしたんだけど海も綺麗だったし天気も自分のおかげでピーカになったしや最高やったんやずっと行ってた空港からワンの駅道つ今までは旅行なんてと思ってたけど行ってみて分かった旅行最高あ かうん、帰りの飛行機ではケジャージに寝たふりもしたし先週行ってましたそうなんですよ発揮して飛行機乗る前からの記憶はあんまりありませんでした <laughs> あやっぱ寄ってたんだ来年もあるかな参加するから家島にしようや <laughs>、えー、追記あんたは10過ぎで開けてビール飲んでイヤンベイしていただけただ,だったさやうちはずっと運転だったんだけどって相方にチャーノラーリーのチューブの日がでしたテーペロあ相方のベストショット選んでいただきありがとうございました安静また今度。 タイトル、久米島ロスがひどかった。久米島ロスなんですね。なるほどね。確かに、いや、まあ、自己を下がっていましたからね。そうっすね。もう本当楽しかった。あっちこっち行ってそうですけど、行ったこと、あんまないんですね、旅行。だからね、あの飛行機乗の嫌いなんじゃない、だから。ああ、なるほど。うん、本当はナチブサだから。そっか、ナチブサいいがか。 いやちがこれ。相方さんもあんたいいさ乗席でい,いやメシカにあいち運転ばっかり私させてやって言っておりましたけど、はい、あのその前の日は相方さんもベロベロして、ベ死にこきげん二人ともデイジ楽しそうでしたね本当に最高だったっ、ね。いや良かったっすよ楽しかったんだったのね。そうですね。う、は、ん、い、また,んた、はい、大勢で行きたいですね,ね。そうですね。はいありがとうございます。 じゃあ続きリクエスト曲ですすね<え>いきたいたと思いますじゃんけんに勝った刃をかけますよということで、えー、僕はですね神奈川のノーミーハートさんからリクエストいた頂いてまあっこれはですねなんて言ってんのかな俺すごい当てるよ、えー、俺本当に当てるのお前からヒントの出しが難しいお前のへんヒントが下手くそやんばよ今二、うん、人かな 元三人ですかね。一人はもう脱退した男性のグループで、三から二なってる。三から二斬新なんですよ。なんか歌が歌歌が歌とかですよね。あ、先ほどのあのパフュームさんの多分自分書一緒じゃないですかね。え、そうなの？はい。地元地元広島か広島かそうですね。三男性の。え、今二十年ぐらい経ってますかね。その経歴というか。うん。経ってますよね。二十年ぐらいは。 そのうち一人はちょっと脱退して今二人で二人,、はい、人とも歌いや一人ですボーカル一人ボーカル一人であと一人何やってるのギターですかねそうのえのー、の歌ですね、うん、うえっとなんていうの、まあ、英語表あ違うの英語の名前違う違うです日本語ですねはあ、はあ、日本語ですけどなんて言ってるのかなもうこれは 八を、うん、数字の「8」を横にしたのを <laughs> <laughs> って感じの意味のあれですね <laughs> 歌です <laughs> これこれこれは何歌のタイトル今今歌のタイトル <laughs> 歌のタイトルそうです,うです歌のタイトル大体わかったわあ、はい、グループがわからんば<今>ちょっとセクシーなのが冒頭セクシー名前ですねセクシーセクシーがちょっときます頭に。 グループ名の頭に。日本語なんでしょあ、これは、あの英語です。あ、あ、グループ名は。英語。英語です。はい。セクシーな感じが。最初、頭にくる。なんていう、日活ですね。日活。わかった。お前。のヒント、急にくるな。急にほぼ正解がくるな。日活で、やっぱ分かるんですよね。なるほどね。のグループの。そうですね。はい、はい。 ううとあの歌とか歌っそうですかそうですかあ死に簡単ないいですね今の、はい、じゃあ僕はですね、はい、男性のボーカリスト一人ですね歌がうまいですねマッツンさんからのリクエストはあ男性の一人これカラオケで歌うと結構ひいひい言われるやつですねえなんかね沖縄の人の名前っぽいもう本人のフルネームですこれほうほうほう、うん、今もうじゃあもう芸歴も長いというか 長いと思います、えー、最初の一文字目の漢字が、はい、えっとー上中下のど,どっちかですこれね二文字目が、はい、東西南北のどっちかです<え>もうわかるだろういやいやいやあ組み合わせかけられるよね多分ねはいはいなんとなく下の名前は漢字二文字ですかはい,い当たってるかな聞いたことある名前ですよ はい多分こんな時期あっちこの時期に歌ってるとかなのこの時期この時期時期関係ないですねこれあそうですかはいはいとなくじゃあはいえじゃす最初はグーじゃんけんグーよっしゃキー・ジャージ勝ちましたよということで神奈川のノーミーハートさんからのリクエスト曲ですどうぞ はい、ということで、うん、えー、神奈川のノーミーハートさん、わかりますポルノグラフィティです、ね、そうですね。うん、の、えー、無限っていう曲ですね。ははまあ、あれ無限のマークですからね。そうですね。年前に 日韓ワールドカップでは嫌になるぐらい名なち聞いていたのになるほど久しぶりにこの前聞いたら妙にテンション上がりましたね、うん、今のサッカー応援ソング的な曲は、えー、シェービロイ曲ばっかり多いけど <laughs> こんなベタな曲の方が盛り上がるんだけどなお二人は妙に印象に残ってるスポーツ番組のテーマ曲あるということでいや僕はもう大体全部好きですけど F1 <あ><あ>のテーマだな F1 いいっすね、うん、あれ耳残りますねあ,<ー>あれもうずっと確かに。 ララググビビーーのも好きだったたんでですよしけリトルグリモンスターです女性がうんうんエコーでしたっけんかやってやるぜみたいな感じの歌えやわかるかお前やってやるぜで説明がお前大体やってやるぜであんな時かかるのリトルグリも今ギリギリ何だったっけなきし全然あかんなマッツーさんのやつ わかりました。わからないですよ。中西慶三しか出てこなかったんですよ。慶三じゃないですね。中西。中、え、何かありましたっけ、中西。は当たってるんですよね。同じ名前だよ。え。中、誰と、俺とですか。中西靖。はい。あれ、ありましたっけ、ありましたっけって。はい、最後の雨です。あ、なるほど。 最後の雨でわかるな。そう中西慶造っていう人もいますよね。はいそうですね。あれあれうまあ君がですよね。あれが中西慶造なんですよ。ああ<ー>これは中西康寿。康寿<志>。同じ名前だ。名前であ曲名で思い出しましたね。<ー>確かにこの曲との出会いは中学の時先生が好きだったのが理由で知り、歌詞と寂しげなメロディーに中学生ながらなんだこれが大人の曲か。 この曲しっとり歌えたらかっこいいやつじゃんとある意味一目惚れした曲で今ではスナックやおでん屋のカラオケ一発目に入れる曲です <laughs> おでん屋もやるかあ、うん、ある意味度胸があります、ね、マッツンさんまだ若いからな、うん、あそうなんですね、えー、すごいということでじゃあまたあの来週もやります、えー、ぜひリクエスト曲となぜその曲をかけてほしいかという理由やエピソードを添えてお送りください待ってまーす 方言暴言のコーナー言い回しが過激すぎて逆に面白い方言の暴言を紹介するコーナーですこんな言葉使ったらダメだよという注意を喚起するコーナーですということでじゃ早速紹介していきましょう、はい、そうですね、えー、まあ基本笑えるやつにしてください、ね、<笑>,笑えるやつにしてください <laughs>、ね、暴言ですからね一応はいえー、いきましょうはい、ギノワンシティさんの方言暴言うん <laughs> グとール シルヌマランヌミシネウミンカエトッチナギアニコーなしートウイジスブシミンドまた出たこうなしーうしヒ久しぶりに聞いたなって感じっすねだいっちょい出るんだよなキャラマジカ海で勝負<ス>どう勝負すんのええ<ス>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 、うんごとールイヌシルそんなふうに魚のおつゆお 飲まらんのみーしねいねん嫌々な飲み方をしているとお、うん、海んかトっち投げ屋に海に取って投げて、うん、コーナーシートウィージースーブキャラマジ近と泳ぎ勝負。<laughs> 市民度させるぞ。いいキャラマジカを調達するのがもつがしい論だよね。ま <laughs> だにね、<laughs> 何にもメディアにも出てこないからわからないんですよね。見たこともないというか、だん年々年ボだったんじゃないかな、キャラマジカ。あ、そうなんです、ね。確か。多いっすね、でもね。調達が難しいわよ。そうですね。はい、いすか確かに。魚汁はやっぱ癖あるんですかね。うん。いや、だからといってなんでわざわざシカと泳ぎ勝負するか。<laughs> はい、じゃあ、えー、続きまして、えー、シャバドゥーンさんからいただきました方言暴言いやーあのひさかじゃーよしめなびさんにヒージャーと魔順似たらにああひさしにくさいんでしょうね足が臭いあいやーあの足の匂いよお前のしめなびで、えー、ヒージャーと魔順似てやるぞみたいな感じ、ね、そういう意味ですねはいはい。<laughs> ひじゃうんそうだな,、うん、そうだな何がいいかな足が臭い場合はいやできますいやなんかいや矢の膝あの,日あのトラックのジャッキで開けてトラックを1足に入れて後ろのタイヤでしりしりすんと臭い部分削っていくぞと。<laughs> ああちちちゃゃゃ最悪だ <laughs> デージ最悪だしりしりの使い方だしりしりすんどっつってね続きましてま <laughs> ピアナイさんの方言暴言ワ <laughs> ーバグとイナグが手伝います手伝いますリチーチ・イカシマサコとわじゃ鳴らして取らした嫌なイナグよ鳴らしたことティーチンあたとうねえなんたん ワンがゼロから三頭ならん順にワーバグとびけゲレンやピアナイさん本当得意なんですよね方言暴言いるわけよ職場に手伝いますっていう女が手伝わないと申し訳なくてってしつこく言ってくるから教えてから手伝わしたら何一つできてなくてよ私がゼロからやり直して仕事が増えたってばそういうことそんな不器用な子こんな人いるですね やる気はあるんですよねいい傾向ですけど全部間違ってるっていう難しいやつですかね全部間違うっていうのも難しいけどなかなかそうですねゲレンゲレンか久しぶりに聞いたなもういい部下なんですかねいい部下にまあまあまあ多分そうなんでしょうね何となくじゃあ続きまして秀吉医者さんからいただきました方言方言二2つありますねじゃ一1つ目から。 今日からやはマリオのブロック役とワンにすぐられるたびにジンイジャしよういや、恐ろしい。<laughs> あのスーパーマリオの上にジャンプしてクリンクリンって。<laughs> あのたびにダんジン出せて恐ろしいわ。れ、ジンめメやるときにシージャーが言うやつだな。ね、死にハゴ。お前は。

ミから水虫んかいカビキラかキンドやフライダーミな水虫にカビキラーあれヤバイよカビキララヤタなコノトヤテナネテル寝てるドシガアソミネキテルトキニヤテマソネコレミズム水虫ウムノギクシャンジャマジでリミズ 大人になってからできそうな雰囲気あるんで若い時大人になってかびて最悪なら <laughs> 若い時ならまだしもというかいでももう大人になってからよ「ワンマジらしいね」って <laughs> 恥かさねや浴びらんかおや。<laughs> 確かに言わないですね。ワンがワンが言わない。なんかヒープさんがまいたあのトンブロックの話やってそうな人たちが、ね。ああ、本当にねなんか。待っただから同級生のあのハーメイっていうのがいて、あ,はい、あだ名社長っていうのが色、はいるしさあだ名社長。はい、全然社長じゃないんだけど。<laughs> 言ったさだからあれが頑張りされてから切れてからね。<laughs> ワンマジらしいね。ワンもわからんと。<laughs> 最高だ。あんじゃったがわけい,い <laughs> 最高っすね。もっともうこの人っっ。<laughs>

いい日々あなるほどちょっと真似してちょっと誇張してえ、違う違う,違う今真面目な話だから <laughs> いい目滅に変えてきる待て待てま、マジでわ。マジで切れるぜ <laughs> いい目的切れるぜって本当に大変だった <laughs> <laughs> 高校生だよしかも <laughs>

<laughs> 死に恥ずかしい <laughs> 死に真面目にね解説するの恥ずかしいですねこれ多分でえっとあの前こうからあの、はい、アナあはいはいそうですね終、ね、わった昔歩いて帰ってたんです今死に開けてるけど、はい、昔終わった高こうこの時まだ開けてなくてまたお家がポツポツ立ってるような感じだったんですよ、はい、そう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 、ね、そうこの大通りのそばもまだ草の実とかの空き地がいっぱいあって、はいはい、お家草草 おち、草みたいな。道路沿いもね。した、また、この。おしゃべりして、歩いている同級生を。気づかれないの、後ろから走っていって。あの。突き飛ばすか、飛び蹴りで。草の実の。はい、やってたんですよ。最高にやってたんですよ。最高だな。ね、いつもやるやつがいたわけ。人に。俺もやられたわけよ。 あ後ろ見てから国はいないかなって確認しながら帰るぐらいの感じだったんだけど <laughs> はい、はい、ある日誰かがこいつ落としたらこいつまたブチ切れたからね <laughs> うい,ういつも人にやってるくせに自分ぐらいやられたらもうううブチ切れたから、ね、全部あの草だらけてあのかっこ悪いやつはいはいはいなんかゲチゲチじゃないけどんかつくのあのさあれだらけになった泣 <laughs> いたと話しさんくてよみたいな。<laughs> いや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 やってたいやもう最高。ネイマワを小学生みたいな。<laughs> 高校ですよね。高校生高校生高校最高。やっぱり物がないとこういう遊びになるんですよ。<laughs> そうそうそう。何もないと、ね。そうそう何もないと。最高ですね。あ面白い。今もまで私面白いな。えー、はいということで、えー、じゃあ以上方言方言のコーナー。はい、あそうですね。以上方言方言のコーナーでした。 メロディアスな主張。あなたが今一番伝えたいこと、をヒープとケイジャージがメロディに乗せて叫びます。日常にそむなぜ、どうしてや、他人の行動になんか納得いかないことを、この機会にぶっちゃけたいことなど。皆さんの心の叫びを代弁します。11月の課題曲は、ドリフの早口言葉ですということで。はい。それではいきましょうか。えとですね。<laughs> ラーメンマソと申します。通称マソです。ケイジャージさん、はじめまして。 あ、ダールマ。<laughs> いや、今ちょっと騙された。番組じゃなくて、<laughs> <で>俺個人みたいな多分、多分そうですね。まあ、そっか、そう、当たってます、ね。ダールマ放送時間は仕事中なのでということで。はい。コードレスイヤホンつけながらか、時にはタイムフリーで聞いてますということで。あ、なるほど。じゃ、早速いきますね。はい。メロディアスね、えー、ラーメンマスオさんの、えー、主張。淡々って、やっと行けた。まさかの翌日閉店。淡々って、やっと行けた。まさかの翌日閉店。 先日 T ーサージでヒープーさんに教えていただいた「担々麺とチャーハンのおいしい竜大近くのお店」ということで行ってみたところ「人材不足でメニューを限定して提供してます」と書かれてありましたがまさかの閉店をお考えだったなんて独特の麺と独特のスープえー他のところで味わえない貴重な担々麺だっただけにめちゃめちゃ残念ですね。ファンが多いのもうなずけます」「必ず復活してほしいと思います」 それでは最後まで楽しく聞かせていただきます。うん。淡々って知ってます。わからないです。めちゃくちゃ淡々面ごめんとかあるんですよ。<ー>前は、あの宜野湾のパイプライン通りに。はい,はいはい。あって。また大学のやかがある。やつなんですけど。<あ>で、上司チャーム死ぬ前ですよ。はいはい。ほんで、龍大の近くに二号店みたいなのができて。ああ、良かったと思ってたら。いつの間にか、えっと、パイプライン通り店が閉まり。はいはい。ほんで、龍大のところも。 しまってたんですよ。あ、そうなんですね。誰かがしてツイッターに死にショックって言ってあげてて、俺もこれ見てからあ<ー>ええやっつって。なるほど。あのぜひあっち復活してほしい。単純にこの時期だからもうそういうだんだんダメになっていったんですかね。ーいやあここは売れてたと思いますけどね。ですね。学生街というか、学生街ことよりも本当に大人が美味しいから食べに行くっていう,う、ね、ところなんですよで。確かに美味しそう。何食ってものかってですよ。タン<ー>タンタン麺もチャーハンも。 で、中華のメニューいっぱいあるから、ね、はい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 。チンジャーロースとかも、しんまかったんですけどね。うわまあ、そうっすね。はい。もったいない。まじで。いいはい。えー、じゃあ、続きまして、白玉さんからいただきました。市長。ウーバーさん、私は頼んでいないな。い<れ>、よ。無言でいるから、不審者と思った。<laughs> わ、怖い。なんか。ええー、こんばんは。白玉です。 夜9時頃歯を磨いていたら無言で玄関のドアをどんどん叩く音がしました、うん、え通販も頼んでいないし何も心当たりないし大抵の人は声かけするのでこれは怪しい人だと思いイルスを使いました、うん、約10分後まだ外に人の気配を感じたので身の危険を感じて携帯を取りにそっと洗面所を脱出、うん、すると外から電話をかける音怖い私の電話鳴ったりしてしかし電話は鳴らずあ<れ>で、えー ウーバーイーツです。今ご自宅の前にいるんですが、私の心の声はえご住所は何,何とかの2丁目2番地ですよね？うん、オートロックと聞いているんですがえー、私の声えそれここの住所です。でもうちはオートロックじゃないです。<Okay? S 1> 建物建物名確認してもいいですか？はい。 A マンションですか、えー、私の声全然違うんですけどけえその途端去っていく足音家の外と中でお互い沈黙の約10分間ウーバーさんイルス使ってごめんなさい夜だし無言でドアを叩かれたら怖いですよ<や>せめて最初からウーバーいつですって言ってくれたらものの30秒で終わったのにということでああそうですよそれはそれ怖いっすねパンチ間違いというか、うん、っていうことなんですかね頼みますウーバー俺ないです俺も一回もないんですよ 1> 1なん まあそんな機会がないっていうのもあるんですけどウーバーありますあなたのところウーバーが行けるところですかあなたは見たことないかもしれんでも実際に地元で見たことないかもしれないですね俺ウーバーあいやマジで最初の新しいものって、うん、俺の地元で何かしらトラブル起きそうな気がするんですけどいつも。<laughs> あの運転代行の時もそうだった気がして何十年も前にで,できた頃って <laughs> あっちこっちからやっぱり話がか分かる変な話がな, <laughs> <変>なかか <laughs> できったてはなんか危ないですねうちの地元は<ー>はい、はいはい、じゃあ続きまして、はい、ギロワンシティさんの作品なるほどなるほどバランス取れてるねえー、なるほどなるほどバランス取れてるねえほ、ー、う この前久しぶりに実家のある名護に行った際に近くの沖縄そば屋に寄りましたそこにレンタカーで観光中の若いカップルがいたんですがこんなおとなしめで静かな可愛い子になんでこんな気取った岩屋風な彼氏かっこもしくは旦那がというぐらい不釣り合いに見えるカップル<ー>っていうか男その男700円そこらの沖縄そば食べたぐらいでなんでそんなに肩で風を切ったように威張って歩いてるの <laughs> っていう雰囲気でレジのカウンターへ。 おばちゃんうまかったよ」と会計でかっこよくしかもじゃんけんのチョキの指にクレジットカードを挟んで出したんですが高ここですねかっこいいレジのおばちゃんに平気な顔で「あうち現金です」<laughs> と言われ現金を持ってなかったんでしょうしあたおたして明らかに同様丸出しの彼しそばにいた彼女かっこ妻がに淡々と冷静に「私が払うから騒がんといて」<laughs> と言われ、彼はチワワのように小さくなっていました。結局このカップルは行きがって見捨ている彼を女性の方が手のひらの上で転がしているカップルということがわかり、笑えてしまいました。ああちょっと安心できましたね。騒がないで <laughs> よくあるんですかね。わかったが静かにしろ。待て、待て、待て。は,はいっつって。心理、ね、<laughs> 爆笑っすね。なんでそんな格好くしたんですか。そういう人なんですかね。 あ、思い出しましたねヒップさんの友達のなんなんでバキュなバキュみたいな感じあれとはちょっとタイプが違うんだよね俺のバキュはアホやしアホただのアホやし本当可愛いよこれってイバイだからねちょっと百円のそばおばちゃん美味しかった最高っすねあ時間ですかはいはいということでえ十二月の課題曲変わりますねジングルベルですねはい ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴るの部分ですね。すねはい、はい、で参加してください。待ってます。はい、以上メロディアスな主張のコーナーでした。 エンディングです。この番組では皆さんの参加待っています。宛先は db 八六四アットマークアルオキナオドットシーオドット JP です。たくさん参加してください。はい、やっぱりオープニングのマクロウチおじさんですね。マクロウチおじさん、<対>もういろいろ全部美味しいもんばっかり出てきましたからね。週一で見たいですね。見たいですね。絶対毎回ネタ提供してくれる、ね。<laughs> そうなんですよ。飽きないと思うんですよ。あのマガもういろいろ。 毎回違う気がして今、うん、これで出すかとか早い今回早いなとか,、うん、なかこの落としたものをどう処理していいかっていうのがちょっとバグるから、はい、例えば入れ歯飛んだって言ってかがんだ時に眼鏡落ちたら眼鏡口にやって <laughs> 入れ歯目にやる可能性あるからねそうですねなんか落としてほしいですねそうなると、うん、これで携帯とか一緒に3つぐらい落としたらもう何をどこに戻していいかわからんっていう。うやい携帯えてるかもしれないからな <laughs>

女性の自由で楽しく新しい働き方を実践するお船によるトーク番組です子育てしながらお仕事しながら聞いてくださいポッドキャストで OFNE で検索